疲れ様です。みこです。皆さんチャット GTP 使ってますか？何でもかんでも新しい技術を使わないと気が済まないでおなじみのふみこですけども、で、さっきから私のことについてめっちゃ喋らしてるんですよ。バイオリニストのふみこについて教えてくださいって言うてね、で初めになんかね、本名は藤田ふみこさんですね。そんな人いらっしゃるんですか？ふみこさんでいらっしゃるんですかね。 でもね、生地私のことを言ってないわけでもないよ。まクラシック音楽だけでなくポップスやアニメソングのアレンジも手掛けておりって書いてるから、これ私のこと言ってる感じもするよね。あと YouTube での演奏動画などが話題となりみたいなことも書いてるので、ほうほうほうと。ほんで、いやそうじゃなくて安藤文子さんっていう人の文子さんを調べてほしいんですけどみたいなこと書いたら、バイオリニストで YouTuber の文子さんは日本人女性で、現在は主に YouTube で活動しています。彼女の本名は安藤文子さんで、1976年生まれの大阪府出身です。文子さんは大阪音楽大学で学んだ後、大阪フィルハーモニー交響楽団に入団し、オーケストラの団員として演奏活動を行っていました。その後独立してソロ活動を始め、 YouTube での演奏動画や音楽解説などを配信するようになりました。彼女の演奏はクラシック音楽を中心にポップスやアニメソングなどのアレンジも手掛け、独自の感性で表現しています。また彼女自身も作曲や歌唱など多彩な才能を持っています。文子さんの YouTube チャンネルは国内外で人気を集めており、現在もコンサート活動など精力的に活動していますっていう答えが出ました。まあ近いところ来ましたよね。ちょっと歌唱はしてないけどね、歌ってはないけどね、はい。っていうので、まあね、こんなん使えるようになってきましたよ。本当結構なんかすごいね、最近急になんかこうずっとなんかこうあのだんだんこう上がってきたのがミューンって上がった感じだね、最後らへんでね。なんかあとはこんなんも書いてみた。今私進撃の巨人のストーリー解説をちょっと他のチャンネルでやってし下貼っておきますので、よかったらあの進撃の話を聞きたいんじゃなくて、なんか私がこうずっと喋ってるのを聞きたいっていうなんか需要があるんですよ。ほんでなのであの、ね、普段ラジオトーク喋ってるの12分なんで、もうちょっと長く喋りたいなと思って進撃の巨人のストーリー解説を始めたんですけども、まあ今度2巻をね出そうと思ってるわけなんですけど、ここに書きました。進撃の巨人2巻のストーリーを箇条書き10個で教えてくださいって書いたら10個バーって出てきてね、ちょっと間違うてるよね、うん、まだ判事出てへんよね、はい、っていうなとかね、まあそういうのをあのでもなんとなく近いところは書いてくれますね。だからインターネットを、まあ、その情報をどんどん集めてるっぽいので、まあ、ネット上で人気のある、まあ、漫画コンテンツとかあとプログラミングとかそういうところは強いんじゃないですか、まあ、イラストなんかもね、あの他のね、あのアプリとかですごいこう言ったら書いてくれるみたいな、バイオリニストの絵を描いてくださいとか言ったら書いてくれたりする。でそのまあ指示によってはなんか変なことになるんですけど、うまいことこっちが注文出せばね、どんどんこう修正重ねてみたいにすればあのできるようになるみたいなね。なんかそう、あとは表にしてくれとかね、そういうのもできるようで、いや便利になりました本当にね、うん、まあ今の段階ではまだちょっと間違った情報が入っているので、それをチェックする人間は必要ですけどね、もう、ま、それが分かってるんやったらそれさいちいちまた打ち込んでさポチポチポチやるよりさね、あのこうやってパッてやってバーって出してくれてすごい楽ですよね。まとめるのとか得意みたいで、例えば私がそのね1時間にわたって喋った動画をの内容をまとめてくださいみたいなことをすると、ダーッと箇条書きにするのか140字以内にするのかって書けばまとめてくれたりはします。はい、その辺は指示の出し方次第でね。そうなんです。でまあこれはやっぱり音楽の方ももうやろうと思ったら多分全然できると思うんですよ。私の理想はあの iPad とかパソコンの前でバイオリン弾いたら音程こことここがずれてましたよっていうのをパッて出してくれることです。まあ、特にリズムと音程に関してはちょっと狂ってると根本的なところが、なんかその音楽ってバイオリン弾くとかってその音楽的なそのエモーションのところ、そのこういうこう表現したいとかいうところに行くまでに、まずそのバイオリンって音程取るのが大変やったりで、その音程取れないとか、そのリズムがなんかよくわからないとかいうところをまず通っていかないと、ある程度それがいけるようになったら、まあ、そのエモーショナルな音楽をするっていうところになるんですけど、まあ、実際の、まあ、人間の先生のレッスンであれば、そのあまりにもずっと音程狂ってることでリズム違うばっかり言ってると生徒さんやめちゃうんですよね、面白くないから。なので、もう音楽的な部分とかその楽しみの部分とかも結構混ぜていくんですけど、でも、まあ、ほんまに弾けるようになるにはそういう音程とかリズムを合わせたら結構なんとかなったりするんですよ。でもそこやっぱりね、ずっと先生がここにいて、あ低い高い間違ってるとか言ってても、それってそう言われてる方はまだそこまで耳できてへんから分かんないんですよ。そう、狂ってるって言うて、まあ多分狂ってんねん、先生が言ってるから狂ってるやろうけど、どう狂ってたんか、高かったんか低かったんかみたいなのが、ほんまかなっていうぐらい先生注意してくるでしょ。多分先生は分かってるから言ってんねんけど、言われた方としてはさ、え、ほんまにみたいな。まあ録画してたりとかしたらね、ある程度耳育ってきた人やったら、おや、ほんま狂ってんなとかあるけど、まあそれもそこまで言っても分からへん、まだレベルの、それは人によるんで、いろいろね。の人っていうのはなんかいじめてんちゃう先生みたいなね、ちょっとそんな風には、先生もそればっかり言うのも、本番はね、もうちょっと私の深掘り動画じゃないですけど、こういろんなその曲に関してのアプローチの仕方とか、そういうなんかこの曲はこういう歴史があってとかを教えたりしたいんですけど、いやその前にな、まずな音程とリズムなってなるわけなんですよ。なのでそこをもうちょっとさ、こういう AI とか使って、まあ英語の発音なんかでもそうですけど、
英語なんかでも今アプリこうなんかこう発音言うと今の発音は 85% ですから出てきたりするやつあるじゃないですか。だから絶対技術的にはできるんですけど、多分あんまり需要がないんでね。だからそのアプリとかを開発するのが元が取れへんから多分やってなかっただけやと思うけど、だいぶ楽になってきたみたいで出てきましたね。今日は私ちょっと今日これいつ出てるか分からへんけど、私がこれ喋ってる日の今日にね、ちょっとなんか回ってきて、他の人から、楽譜をすぐに弾いてくれるアプリがあるよと、何やったかな、プレイスコア2っていう、下に貼っときますね、アプリがあって、それどういうアプリかっていうと、楽譜を、スマホで写メ撮って、そのプレイスコアっていうね、写メっていうか、写メでもいけるのかな、撮ったら、そのまますぐ弾いてくれるってやつですね。はい。はい、お疲れ様です。みこです。はい、すごいアプリを見つけたよ。みんな、プレイスコア2っていうアプリでダウンロードして、ですね、こうやってスマホで撮ってたらですね、パシャ、ね、猫映ってましたね。はい。ほら、弾いてくれます。すぐに弾いてくれます。ちなみに、テンポも下でね、変更可能でございます。はい。ですね。今、弾いてるとこ、こうやってね、指、赤い印で出してくれる。でね、なんと、これ今、ピアノの音出してますけど、こう音もいろいろ変えれますよ。こうやって楽譜やると、私、バイオリンなんで、バイオリンにしてみますね。バイオリン。これバイオリンでございますよ。まあね、これまあバイオリン弾いてる人あるあるなんですけど、バイオリンのこう人工的なビブラートがちょっと気持ち悪いなっていう人は、そうですね、弦アンサンブルもありましたし、リコーダーなんかもいいんじゃないかなと思いますね。音程をとにかく取りたいっていう人なんかはね。だから楽譜読むの苦手な人、はい、これ絶対使うべきやと思いますね。また動画で詳しく説明します。まあ今までも多分そう高い譜面のなんかそういうソフトとか何万円もするようなやつを買ったりとかしたらそういうことできたんですけど、もうただでできるようになりましたね。なので譜面読むのが苦手な方、今までパッと楽渡されてパッと読めないわとか、あとはオーケストラの譜面とかさ結構複雑じゃないですか。ああいうのを一体これがどんな曲か知りたいねんけど、そのマイナーな曲やと YouTube 探しても出てこうへんし、ましてやアンサンブルのセカンドバイオリンなんて出てこうへんと。特に私がアレンジした曲なんかはもう他の人誰も出してないから。ね、だけど、それの正解がわからないっていう意味で、まずその正解を一回弾いてほしいんやけどなって言って、今までできた可能性としてはまあ2つ。そのマイナーなとこでも YouTube で検索する検索能力を上げて、そのこの間言ってたみたいにモーツァルトはケッヘルとかねあったでしょ。そういうのでいろんなこう外国の人の動画もやめて、そういうの出してるマイナーな人のやつも探し当てて、まあ、それを聞いてみるとか、うん、でもまあ YouTube の場合やったらプロの演奏っていうのはちょっとエモーション入ってる部分があるからものすごい揺れてたりとかするんで、いやこれ聞きたいわけじゃなくて、楽譜をもそのただただ弾いてくれてるやつが知りたいんやなけどなって、まあ、なったりしますよね。あとはもう一個はその自分で打ち込むパターンですよね、それこそ私がよく使ってるっていうやってるミューズスコア、フリースソフトであります。そういうのでポチポチこう四分音符のドとか言って打ち込んでですね、それ自分が今度これ見てきてくださいって言われてエチュード何番とかいうのをそのまま一生懸命打ち込んで、再生ってしたらそれ音出してくれるんで分かりますよね。ただその打ち込むのがまあまあ結構数時間かかるんじゃないですか皆さん。その四分音符だけみたいな簡単な楽譜やったらすぐできますけど、もういろんな書いてて1ページ分バイオリンで結構ちょっと難しくなるコンチェルトやとかなってきたら、まあ打ち込むのも大変やと思うんですよ。まあでもそんなことやってるうちにだんだん自分でできるようになるんですけど、ただまあ私らとかみたいにちっちゃい頃からもう完全にそういう専門的な方に行こうと思ってる人は、同時にソルフェージュとか副歌ピアノを習ってるんで、こう全部の方向からその楽譜を読むっていうことを、バイオリンの授業以外でもそのソルフェージュとか調音とかいろいろ習いますんで、そこでも上げてきてるし、同時にピアノも習うんで、まあ和音とか、バイオリンはなかなか和音難しいですけど、その効能的なこととかもピアノでやって、総合的になんとなくその難しい曲弾くようなことになった頃にはその楽譜も読めるようになってるんですけど、まあ趣味でね習ってらっしゃる方でバイオリンしかやってないとか、サックス習ってサックスしかやってないっていう方は、なかなかレッスンの中でその譜面の読み方とかその音楽的なその背景とかやれる暇がないと思うんですよ。まずその触ってみて音出してみてっていうところをで、やっぱり量はこなさなあかんので、その話だったりしててもうまくならないのでっていうので、まあ今私の立ち位置っていうのはそういうこう実際訓練するのはレッスンとかでやってもらってとか、家で頑張って弾くとかやってもらって、でそういう大きな枠組みみたいなのは私はこう YouTube で喋ったりしようっていうもう立ち位置で、なんかレッスンであんなことやってたら叩きボーっと聞いてるだけになるし、先生も一人のためにめっちゃ喋らなあかんくなるから、それ次来た人もまた喋るみたいになるから先生すごい疲れるんで、あれは講演会形式やないとね、もしリアルでやるんやったら無理かな、かあるいはこういう YouTube 的な感じでこう大勢の人に一気にできるやつじゃないと無理かなとは思うんですけど、まあそんなわけでですね、楽譜を読むっていうのは難しかったですね。それができるようになりました。だからね、今までね、これ十分なんですよ、これで。こうほんま、こう、写真で、やっとコピーしてもいいし、自分の、iPad を写真撮ってもうまくいけました。多分ね、ちょっと私、課金のは月、毎月880円かなから、
のがいろんななんかパターン、1年年払いとかありましたけどにするとデータで読み込んだり、あるいはその読み取ったこの楽譜の写真をなんかMIDIデータとかにできると。どういうことかっていうと、ミューズスコアとかにそのまま流せるんですよね。ミューズスコア今までポチポチポチ打ち込んでた写真撮って変換してハッて入れたらそこにバーって書いてある。だからもっとそれでアレンジをしたりとか、もっとこう自分であの速さを変えたりいろいろしたいって、ただ聞くだけじゃなくてそれに対してこうあのセカンドパートを作りたいとかいう人はそこを流せばいける。ただね、ちょっとやってみたんですけどね、ちょっと微妙な感じではありましたね。ミディはまだちょっとその読み取りが間違ってたりとかいうことあったんで、まああんまり実用じゃないかな、まだね、だんだん良くはなってくると思うんですけど、っていうのはありました。なのでまあそういうのをやってもらって、その流しながら一緒に横で弾いてもらったらどんな曲か分かるしね、あなんか自分リズム間違ってたわみたいなことが分かるんじゃないでしょうかね。そう、あの先生に弾いてもらうっていうやつってちょっとオーバースペックやったんですよね。先生ってまあその私ラジオトークの中でも喋ってましたけど、あの一応演奏家の人が多いんで、あの音大とか出てる人が多いからね、物語を読んだりするのにその発音の仕方とかそのイントネーションが分かれへんから、プロの声優さん呼んできて、もう実際アニメとかで喋ってらっしゃるプロの声優さん呼んできて、すいませんゴンキツネちょっと呼んでくれませんかみたいなスペックなんですよ。あの才能がちょっとオーバースペックなんですよね。無駄遣いしてないかっていうね、先生もっとできること他にあるでって。だそういうのはそういう機械とか使ってまあある程度分かればね、そんなそのなんていうその表現力のところとかそんなとこは求めてないけど、先生たちはそっちが持ってるもんやから表現みたいなとこも入れちゃうので余計ややこしかったりするんでね、はい、パソコン使ってもあのアプリとか使ってもらったらぜひぜひね、あの、興味ある人はあの取ってもらって、まあ、役に立ててください。でですね、まあ、それで出るようになりますよね。取ったやつが音出るようになったと、分かりやすくなったってなったら、ただその自分が弾いた音が実際どこまで合ってるかっていうのがね、ある程度耳でその聞き比べて分かる人はいいんですけど、音程ちょっと低いとか高いとかもね、あのもうちょっと分かりやすければいいのかなと思って調べてた時に、このアプリどうでしょうね、新曲視唱プロっていうやつがあるんですよ。新曲視唱プロっていうのがあって、これはどういうことかっていうと、あの新曲視唱ってあのパッて楽譜見せられて歌うっていう練習なんですよ。そのパッと譜読みできるか、ちゃんと音程合ってるかっていう練習なんです。これバイオリンでも使いました、先やってみました、はい、あの実際こういう授業音大に行く人とかはその音大に行くまでに音大でまずこの試験が出るんであの受けていくわけなんですけど、新曲視唱っていうのと超先生が弾いたやつを聞き取るってやつと、あの、いろいろあるんです。あとは2世のね、あの超音とかあるんですけど、その新曲視唱のところでそれバイオリンで使えるんじゃないかと思って、ほんでその何がね一番困るって、そのまあもちろん丸付けしてくれる人がいないっていうのが困るので、自分の一人で練習できないっていうのは何でかっていうと、まあその先生がバーあのバッて出された譜面を自分で弾いてみたり、まあ、歌ってみたりして、それが合ってるかどうかまずチェックがいるっていうことと、その一人じゃだからそれ分かんない、間違ってたかどうか分かんない、チェックがいるっていうことと、まあ動画とか撮ってね後から聞けばいいけど、まあそれでもね自分だから思い今度自分で後で書いた文章とかって絶対誤字脱字ないと思って見直しても、他人が読んだら絶対誤字脱字出てきません。自分ってやっぱ思い込んでるからだって分かんないんですよ。だからそれをチェックしてもらうのがいるっていうことと、あとはそのどういう風に狂ってたんかみたいなのが出てほしいですよね。まあそれ要するに何点でしたかって、あのカラオケ歌って何点とか点数出たりするじゃないですか。あんな感じで一体自分が何点の演奏したかっていうのが分かりたいっていうのと、あとはそんな問題が一回解いてしまったら終わりなんですよ。要するに新曲思想なんで、その初見の練習なんで、そのなんか、ま、あのドリルとか買ってきてもそれ1冊終わったらもう1回やってることになるわけじゃないですか。初見の練習っていうのは初めての曲をやらなあかんのですよ。なのであの、ねどんどん出すっていう、それはアプリとか強いですよ。ランダムでどんどん出せますんでね、はい、というわけでちょっと今日これね使ってみようかなと思います。こんな感じの画面になってまして、こんなんが出てきます。これを弾いてみな晴れということですよ。今まああの波長調になってますけど、こっちはキーは変えれたりするのかな、なんかこんな出てますね。これちょっと私今バイオリンで弾いてみていいですか。まあこれはテンポとかは変えれるんで、あのそんなパン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 見れないわっていう人はゆっくりにしたらいいと思うし、簡単なとこから始めてもらったらいいと思います。442にしましょうかね。バイオリンの場合442がなんかいろいろ設定できるんですよ。私ちょっと有料課金したんで多いかもしれないですね。これだ初めてこんないきなり弾かれへんわっていう人はなんかあの再生とかしたらね、こんな感じに、はい、こんなのを弾いてくださいと。これだからもうもっとその初見能力を上げたい人は聞かない方がいいですね、でもその それがまだ無理っていう人はこうやって聞いてもらったらいいし、あとはですねこの、 あの 歌とかでやりたい人はこの主音ボタンっていうのを押すとその
じゃーんって始めたドミソっていうのが鳴るので、これは、和音とか和音じゃない主音にするか変えれたと思います。じゃあこれスタート押すと始まるんですね、カウントで。出していただきましてありがとうございますちょっとで音程的には甘いんですよ、こんな感じね。じゃあ次の問題ちょっとやってみますね。じゃあいきます。はい、100点いただきました。こんな感じであって、ちょっとじゃあ次間違ってわざと音程悪い感じで弾いてみますわね。91点になりましたね。なんか途中でちょっとずれたり音が違うかったりがあったのかなという感じですね。もっとずらしてみようか。はい、78点、結構甘いね結構近いところっていう感じです。だから今弾いたのはどこが悪かったかっていうのは出ますね。なんかラのとこが低かったんやろなとか、なんか動画レまで行ってたなとかね、そういうのが出てきます。はい、なんですよ。こういう風にので、その譜読みの練習ができると、はい。これまあその延々と続きますんで、何ぼでも出てくるんで、なんかあとはなんかテストみたいなのもあるんかな。興味ある人はちょっとバイオリンでやって、自分の音程がどれぐらい何点なのかっていうのが今これ78点って出てますけど、バッチリやっと100点出ますんで、やってみてほしいっていうのと、あともう一つこのアプリが私めっちゃええなと思ったのは、この問題を自分で作ることができるというわけなんですよ。これもう一個ね、新曲師匠スタジオっていうのがあって、これはパソコンとかでもできるんですけど、例えばね、私今さっき作ったの送ってみたんですよ。これポチポチ打ち込む感じになるんですけど、アプリでもできるし Mac とかで作った方が楽かもしれないですね。これね、みんなさんに共有できたらいいなと思ったんですけど、どうやらそのメールアドレスを知ってる人に教えるタイプのやつしか共有できないっぽかったんですよ。そのメールアドレスを登録してたら、その生徒さんにそのメールでこのデータを送ることができて、そのメールを開けた生徒さんはそれをそのこのアプリを落としてれば聞くことができるんですね。なのでまあそのもっと近い関係の人はそれやればいいと思うんですけど、私ちょっと皆さんに一回一回みんなのメール聞いて送るっていうことはできないんで、まあよかったら作ってみてください。はい、そんなに難しくないです。一個ずつ音を入れていくだけなんでね、言ってもらってもいいかなと思う。例えばね、これね、カントリーロードの頭のとこです。こんな感じね。まあ入れるのは簡単でしょ。なんかどんどんこう選んでいくだけやったんでね。弾いてみようじゃないですか。で、音程が合ってるかなというとこですよね。100点いただきました、はい。まあ、例えばじゃあもうちょっとめっちゃくるって弾いてみるね、ここでちょっと確認してほしいんですけど、今弾いたやつが出てます。ここに私が弾いたやつが、でこれをね再生することができるんですよ。Thank you.
感じで、この正しい音程と自分の音程を聞くことができて、しかもまあこれだいぶ甘いんですけどねいわゆるチューナーとかと違ってだいぶ甘いんですけど、まあそういうのができるよっていうアプリもまあ出ております。まあね、今時iPhone にしたって iPad にしたりマイクついてますから、やることができるんで、こちらもねおすすめしておきますね。こんなんもいっぱい使っていてですね、そのどんどんなんとなくずっと弾いてるとかさ合ってるかなんか分からへんけどずっと弾いてるとかじゃなくて、かっちり攻めていきましょう。特に大人から始めてる方はそれ意味が分かってるんでね、まあ、こんなんをどんどん使っていきましょうという話です。はい。でですね、ちょっと後半違う話に行かせていただきたんですけど、あのですね、この間ちょっとそのラジオトークさんで、質問いただきましてね、それに答えようかなと思う回でございますけどね。チャンハルさんからかな。お疲れ様です。バイオリンのハモリについてご表示ください。多重録音でバイオリンのメインメロにバイオリンでハモリをつけて録音したのですが、音が濁って綺麗にハモりません。文子さんはじめプロの方々のようにとは言いませんが、もう少しまともにできると思ったのですが、がっかりしております。やはりピッチの不安定が原因なんでしょうか。人生でハモれば簡単だと思うのですが、せっかくなのでフミさんのようにバイオリンでハモりたいのですが、と。メロパートとハモリパートと弾き方を変えるとかあるのでしょうか。またメロとハモリのミックスバランスなどコツなどあるのでしょうか。ハモリのヒントをいただきたくよろしくお願いします。ちなみにメインメロに3度下でハモりましたと。なるほど。ちょっと今日これについて深掘りしましょうか。散々ね、AI について喋った後ですけど、はい。まあこれちょっと今ちょうどカントリーロードやってたから、カントリーロードの始めのとこ綺麗にハモれるんで、そこをちょっとハモリやってみますかね。そしたらね、はい。3度下でハモってみたんですけど、なんとなく音が濁るんですよという話でね、質問くださった方の演奏を私は聞いたわけじゃないので、どういう問題が起こってるのかちょっと分かんなくて、可能性としては、まあ、おっしゃるようにその音程がね悪いっていう話、とあとはそのハモリの間違いが起こってる可能性っていうのは、間違いっていうかハモリ方の話っていうのがありますね。でまあその音程が悪いっていうのに関してはさっきやったみたいなアプリのでちょっと確認していただいて、ほんまで合ってるかっていうのを確認していただいて、それがビシッと合うと意外とハマるかもしれないですね。それだったらハモるパートはちゃんと合ってたけども音程が間違ってた、狂ってたよっていう話ですね。はい。でもう一つそのハモリなんですけど、このね3度下っていうね、まあ、3度上とか3度下でハモっときゃなんとかハモるっていうの、これ3度って何やと思いますまあ要するにこのコード的なところで、まあ、3度上に次の音が来ることが多いんですよね。まあ、例えばドミソっていうコードがあって、 C のコードドミソっていうコードがあって、まあ、メロディーの人がドーって歌ってたら、そのドミソなんで、まあ、ミーね、ミーを弾いたらハモるはずなんですよ。コード内の音なんでハモるよねと。じゃあその今度はメロディーの人が何やらかんやらでミーになってたと、ほな3度上とかやったらミーソーとかねしてたらハモるやろと、綺麗にね。だから3度ってこの音楽って同じ音っていうのも1度って存在する、そこを1と数えるんで、まあ、2人おったらね、2人ともがドーとドーだったらこれを1度って言います。でドーとレーやったら2度、ドーとミーやったら3度っていうふうにこう数えるんですけど、だからそのコードがドーミーソーってあると、だいたいこう3度3度になって3度ずつ重ねていくようになってて、その3度の幅はひょっとしたらちょっと暗くするんやったら1個目の3度はまた3度もね、単3度とか超3度とかあるんですけど、まあ分かりやすく言うとドレミ、普通の発見のドナチュラルとミーナチュラルっていうのは超3度ですね。なんですけど発見のドナチュラルとミーのフラット、まあ、これも3度ですよね。ドレミなんで3度ですけど、ドレミのフラットなんかこれは、マイナーコードを作る時なんかに使えますけど、まあ、それもあるだからその音程幅でそのなんとなくその雰囲気出していくんですけど、まあ、それはそのキーの中で弾いていればいいので、まあ、3度上とか3度下でいけるかなと思うんですが、例えばこの C のコードでメロディーさんがどう歌ってる、たまたまどう歌ってる、じゃあ3度下自分ハモる人やからどうしラーでラーやわってなったら C のコードの中にラーは出てこんのですよ。ドミソなんでね、まあ、場所によってドミソ C とか来たりするけど、ラーはねまあその C6 とか入れたりするとラーなんですけど入ってこないので、もういかにも C のコードですみたいなところでラーを入れてしまう、3度下やからね、ラーを入れてしまうとそれちょっとコードの感覚が変わってくるという罠はあります。だから何でもかんでも3度やったらハモれるというわけじゃないんですよ。これちょっと分かりにくいと思うんで、例えばその今のカントリーロードのメロディーにおっしゃってる3度下、全く3度下ね、ずっと3度下、そのキーの中での3度下をハモったやつを聞いてもらっていいですか。Thank you.
あの、大体いけるんですけど、ちょこっと、うんっていうところありませんでした。後ろで、まあ、コード鳴らしてもらってたんですけど、なんか、あれみたい。特に一番最後のところとかね、あの、あれってなって。まあ、ね、3度上でハモるのも、まあ、綺麗かったりするんですけど、じゃあ、ついでに3度上っていうのも、ハモってみていいですかね。だから、あの、カントリーロードのチャチャチャとかね、ダダダって上でハモってるってやつ、よくやったりしますよね。それちょっと3度上のやつを聞いてもらっていいですか。出たけど、なんかところどころうんっていうのがあったなと思うんですよ。まあ要するに全部3度っていうわけでもないっていうことなんですよね。うん。で、まあ特にこのカントリーロードみたいな曲の場合はもう完全にコードの音楽なんで、ギターの人がね、はい、まあ D です、A ですってやる音楽なんで、もうちょっとね、こうコードにちゃんと乗っ取った音を入れてみようと思います。例えばあのメロディーさんがまあドミソでドメロディー弾いてるときに、その下のパートの人はソであるべきなんですよ。ドミソなんで。ドーって歌ってはるときに3度下やからラーでいいかって言ったら、そこなんか違う Am なんかなみたいなコードになるんで、あの、そうのはず、そこはだからドシラソが4度になってますよね。要するに3度が多いけど、まあドミソなんで多いけど、ドの下っていうのは、まあ、あと、ドミソ、ドミソって繋がってるんで、ドとソになりますよね。ドミソと次のドをハモるときはソとドになりますよね。4度。ここはだから3度じゃないんですよ。っていうので、ちょっとそのコードにバッチリ乗っ取ったハモり。っていうのをちょっと聞いてもらっていいですかね。まずじゃあそのコードの、下の1個下のコードの音ハモリっていうのを、バシッときませんでした。なんかこう間違いがないみたいなね。まあちょっとあのね、タタタとかいうときはそのコードのじゃない音も入れたりしてますけど、大体はまあコードのまあドミソやったらドやったらソ、ソやったらミ、ミやったらドを弾いていました。はい。じゃあ今度こハモリの上の方もね、メロディーさんがドを立てるんだったら、じゃあミの音をちょっと足したっていうコードハモリの上のやつをあの弾いてもらっていいですかね。
綺麗にハマってますね。まあ、全部が全部上でもないんかな。なんかちょっとずれたりしたとこもありますけどね。はい。でですね、このコードのハモり、下と上、今メロディーに対してのコードの、まあ、メロディーさんここやったら、ここの人とここの人を入れたんですけど、これね、3人でも綺麗にハモりますね。はい。私がよくカントリーっぽく弾くときなんかを帰って弾きます。これちょっと聞いてもらっていいですか。めちゃくちゃカントリーロードやったでしょ。もうフィドルのハモリみたいな。なので、これはだから全員が3度で撮ってるわけではないですね。これがまあハモリとしては美しいと。まあでもこれね、ジャンルにも読んでんね。これカントリーロードってめちゃめちゃカントリーの曲やから、カントリーとかやとこのコードの概念がすごく綺麗かったりしますね。で、ポピュラーのちょっと昔の、なんていうんですか、フォークとかやったら結構3度の方がそれっぽかったりするんですよ。ただ、だからずっと3度上と、今ね、3人でハモったりするじゃないですか。で、さっきやった3度上と3度下でハモってみると、こんな感じです。なんとなくハマってるんやけど、ところどころで何の和音これみたいな来ましたよね。だから人からげにこうなんていうの、3度と上と下やったらいいっていうわけじゃないですよ。だからまあコードの概念にのっとって、今コード D やったらレファラやなと、だからレファラでメロディーの人がラーって弾いてんのやったら、まあファーかレーか言っときましょうかみたいな、その時にね、そのレファラのラーがメロディーやったら、私3度上行くからラシドで、じゃあどう行きますって言ったら、違うコードになっちゃうってことですね。まあコードが支配している世界ということになります。そう。でですね、まあそのコードでハモったやつはすごい綺麗なんですけど、そのさっき質問でおっしゃってた、そのハモリとメロのそのミックスバランスね、うん、これはだからものすごいハモリってるのを聞かせたいみたいな、ワンマイクでドゥワドゥワとかやってるみたいな、ハモリをめっちゃ聞かせたいっていう時は同じ音歌でいいと思います。全員同じ音でいいと思います。でも誰々さんと後ろバック、アムロナミエとスーパーボケ、古いな、みたいな、こう誰かメインにいてて、その後ろでハモってるっていうんであれば、メロディーをちょっと大きくした方がいいと思います。なおかつもっとそのメロディーラインを出て、メロディーとその他のハモってる人っていう感じするんやったら、メロディーをもうちょっとビブラートかけたり、ビブラートね、あんまりかけすぎるとね、あれなんですよ、そのハモんないんですよ。ビブラートやっぱ音程が揺れるんで、全員が揺れてると、その、まあ、綺麗なんですけど、前ちょっと、幽霊ズミアップの深掘りの時にやらせてもらったんですけど、ちょっと古い昔の映画みたいになりましたんで、ちょっと濁るんですよね。綺麗にハモるのもほんまはビブラートない方が音程ビーって合うんで、こう全員がこうバラバラにこうね、揺れてると、そのぶつかるとこも出てくるんですけど、なんですけど、それはハモりたい時だけの話だって、メロディーの人がもうちゃんと前に出たいって言うんであれば、メロディーさんはビブラートかけたり、あとはちょっとフェイクかけたりするのも全然 OK だと思うんで、例えばそのメロディーさんが前にバーンって出てて、その他二人ハモってますみたいなのはこんな感じでいいんじゃないですか。
会っていうのはなくて、そう、メロディーとその他、なんとかブラザーズみたいな感じするか、あるいはもう3人で、なんとかシスターズでもう3人でハモるかによって変わってきますよね。まあ2人に、2本でも、そのメロディーとハモってる誰かっていう風にするのか、それとももう二重奏で完全にハモってしまうのかによって、その大きさは好きにやったらいいと思いますね。はい、ですね。わざとね、メロディーをちっちゃくするなんていうのもやったりはしますよね。メロディーをみんながもう知ってる時、もう誰が聴いてもその人有名で、別にそのメロディーをしっかり出さなくても、わかるよね、みたいな時は、あえてメロディーちっちゃくしたりとかやったらの方が、そのハモりが余計にこう届いてね、良かったりはするったりするので、まあその辺は、お好みでと、いうところでしょうか。はい。なのです。で、まあ、このコードハモリの、例えば今、私のこの楽譜見ながら弾いてもろて、コードでしっかりハモってやつで弾いても濁っているのであれば音程が狂ってます。はい。そうですね。音程が狂ってると、やっぱりね、合わないっていうことにはなりますね。その場合は、まあ、そのチューナー使っていただくとか、さっきのアプリとかでちゃんと確認していただいて、しっかりした、音程が取れれば、ある程度はハモってくるかなと思います。まあ今私伴奏をこうやって鳴らしてましたんで平均率です、これは。クラシックの業界ではもっと合わせます。純正率っていうのに合わせますんで、もっとね、ぴったりハマるっていうのは、天井の音楽みたいなのが聞こえたりするのは、純正率なんですけど、まあ私もポップスの人間なんでね、後ろのもうバッキングが全然純正率じゃないから、もう大体な感じで、どこで、まあ合いますよっていうところですね。はい。です。あとは、まあそうね、音が痩せない方が綺麗にはずっとハモるかなと思います。例えばタタタンってちっちゃくなっちゃうとそこがずっとその音が流れてないのでハモってる感はあんましないので、ピアノはあんまりハモりがいまいちっていうかハモってる感しないでしょ。悪くはないんやけど、音が消えていってるから、やっぱその例えばクラリネット2本とかバイオリン2本とかやとずっと音鳴ってるんで、やっぱハモってます感がすごい、まあ歌もそうですけどね、出ますよね。そういう意味では、まあ例えばピアノとかマリンバとかいうのは音が消えていくから、まあそれはそれですごい良さが、メンバーとは別の良さがあるんですけど、っていうのはあるとは思います。はい、音はまあなくならない方がいいかなっていう感じですね。これでちょっとやってみてください。なので、まあコードの、まあ別にそのコードの進行がどうこうとか難しいこと言わなくても D って書いてあったらレファラかな。G って書いたらソシデカナでいいので、それでハモってもらったらいいと思います。あとはね、もうちょっとね、安直なやり方としては、例えばその今から弾こうと思ってる曲がピアノ譜とかで売ってるんであれば、ピアノは和音弾きますんで、その、まあ、完全ならハモリじゃなくても、なんかそのいろんなパートが書いてあると思うんですよ。それを使うっていうのは、とりあえずなんかそういうの全くコードとかわからんっていう人には有効かもしれないですね。ピアノのなんかいっぱい弾いてるうちの2つのパートを自分で使うみたいな感じ。やと、綺麗に結構、なんとかなったりはしますね。コードがわからん。コードが全くわからんっていう人は、そういうのやってもらったらいいんじゃないかなと思いますね。はい。はい、ここでちょっとお知らせがあります。ゴールデンウィーク5月6日の、お昼に大阪の天満橋にて、今ちょうど皆さんに説明してたようなハモリをしてみようみたいなワークショップを行います。はい。まあ楽器は一応持ってきてもらおうかなと思ってるんですけど、最後にみんなで弾きたいんでね。ですけど基本はもうテーブルに座って、テーブルには座らん、はい、テーブルに向かって五線譜にいろいろ音符あれやこれやみたいな書いてみて、ハモリを作ってみようっていう、今のところね、幽霊ズミアップをちょっと予定してるんですけど、その一部分を使って、その今みたいなハモリとか、まあ、ちょっとしたコードの概念とかを、勉強してっていうのを、まあ、2時間ぐらいやろうかなと思ってます。楽器は何でもいいです。まあ、ピアノの方なんかやったら、まあ、無理だったら持ってこなくてもいいですけど、まあ、バイオリンとか管楽器の方とかで持ってこれる人は、持ってきてもらって、最後にその自分で作ったやつを、まあ、弾いてみようっていうのはやろうと思ってます。うん、まさに今やってたみたいな、コード上ハモリを作ってみようとかいうような感じを、これまあコードの概念が全くない方でも、まあ、それを教えてやりますので、ね、よかったら参加してみてくださいというご案内でした。で、これ申し込みは私じゃなくてひまわり企画さんというところになりますんで、下の概要欄のところに申し込み先とか貼っておきますので、興味ある方は、日にちは5月6日で、申し込み期限が4月30日までなので、それまでに申し込んでいただけたらと思います。まあ、ツイッターとかかな、ひまわり企画さんもね。はい、ではお願いします。はい、というわけで今日は、アプリとその AI の話と、このハモリの話をちょっとさせてもらいました。というわけで今日はこの辺で、じゃあお疲れ様です。